リンゴルフがエステサロンとコラボしました。お、びっくりした。すごい腹筋頑張った時の戦いになって、筋つくな、鍛えられてる感じすごいあるよね。うん、めっちゃ楽。でもしんどい思いしながらトレーニングしてるのに。なんで腹筋ついたらね、10ヤード20ヤード飛距離も伸びると思う。距離アップに。概要欄に URL 貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。はい、こんにちは。こんにちは。今日はゆいちゃんのレッスンです。お願いします。マイゴルフレンジ、今日は代官山にお邪魔してます。モニターとかちょっとそれからどんどん本当だ。はい、またお知らせします。はい、お願いします。じゃあゆいちゃん、今日のレッスンは何ですか？はい、今日はアイアンで低いボールを打つ。アイアンで低いボールを打つ、はい、おー、まあ、例えばこう前方に障害物があって、うん、普通の弾道だとそれに当たっちゃうような時とか、うんうん、まあ、林の中から出したい時とかに使う、うんうん、大事だね。うん、まあ打てるとすごい楽。うんうんうん、まあ、楽です。そうだね、うん、多分練習したことないと打てないしね。そうし、まあ例えばこう普通のフェアウェイで普通のフラットの状態だったら別にやる必要ないけど、うん、こうトラブルショットはかなり役立つと思うので、うんうんうん、あの覚えておいてほしいなと思います。はい、わかりました。はい、これ7番アイアン。はい、7番アイアンでやっていこうと思います。まずスタンスから。スタンスはボールいつもより、まあこれが真ん中だとしたら少しだけ右に置いてください。はい、でちょっと右に置いたと少しハンドパース、うん、フェースがこう立つ感じで、うんうん、でバックスイング上げるときにあんまり体重移動のことをあんまり考えない方がいい。ここからバックスイングしてこうなっちゃうとボール逆に低くてなくて上がっちゃうかもしれないんで、かつボールが少し右に置いてあるときにちょっとでも前に入るとシャンクしたりとか、うん、が少し右に行っちゃって、はい、狭いところを狙ってるときに、まあ、林、木と木の間とか狙ってるときに違う方向に飛んでいって木に当たってまた戻ってくるっていう状態とかになるので、こうやって構えたら少し左足体重気味でイメージ、これだとやりすぎなんですけど、例えばこれがいつものバックスイングだとしたら少しだけ左に寄せるイメージ、うんうんうん、でこういう状態ができました。はい、でこう一番大事なんですけど、フォロースルーでヘッドを低く出すんです、うん、で先普通のやつ普通に打ったらこういう状態なんですけど、これをフォロースルーでヘッドを、おお、めっちゃ低く出てた。ちょっと右に回ってハンドパスを構えて、うん、で低く出す、すると打ち出しの打ち出しが 17.3。 ほうほうほう、7番アイアンだとちょっと待って、うん、ゆいちゃんが7番アイアンの平均値を調べてます、はい、大体10じゃ、これプロの、プロはやっぱ低いね。あ、そうなんだ、うん、でもあの高く上がってくるの、うん、ちゃんと上から、へえ。プロもしか出てこないじゃあゆいちゃん普通に打ってみてさ、うん、低く打った時は 17.3、 22.49。 おお、 22.49 で、うん、今ちょっと分かりにくいけど今打ったので、うん、低く打ちました。
うんうんうん、こっちから、うん、なるほどね。なのでちょっと正面から撮ろうかな、うん、あの辺、あ、その辺大丈夫、まあ、おお。めっちゃ低い上まで上げずにね、いつもだったら、うんうんうん、低く、だからあの場合やね、例えば140飛ぶ人だったら120とか110ぐらいのイメージ、うん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 、はい、なので、はい、プロは別として、うん、アマチュアの人だったら、まあ、まず低いボールを打たなくちゃいけないっていう段階でピンを狙わない方がいい、そもそもね、うん、トラブルショットになってる状態で、だからまあ大体近くまで行けばいいかなっていう考えを持ってほしい、うん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 、なので例えば今これが林の中で前に木の枝があって、うん、もう狙えません、うん、でも低いボール打ったら狙えるかも、うん、みたいな感じじゃなくて、まあ、近くまで寄せれるかもぐらいの感じ、だからまあピンまで140ヤードだったら7番アイアンを持って、まあ、とりあえず近くまで行けばいいかなみたいな感じで振ってみてほしい。これ多分狙っていっちゃうと打ち込みに行っちゃうってことも多くなって、ああそうね、こう気持ち的にね、うん、いやいやみたいな、これやっちゃうとすごい失敗しちゃうから、まあ近くまで寄ればいいかなみたいなっていう緩い考えで、わかる、昔よく失敗したもん、なんか急に打ちに行っちゃうんだよね、そう、これ別に意図としてやるんじゃなくて無意識でこうなんかやっちゃうの、わかる、うん、うん、最近はだからね、こう打ちに行かないって思って当てるっていう気持ちで打ってるけど、うん、昔はあったわ、なんかやっぱたまに予期せぬ事態に陥った時はそういうことが、うんうんうん、なるほどね、力んじゃうとか、うん、確かに、あんまりそういう感じではトラブルショットがないものですから、今の打ち方もまあこういう大事なポイントだけ覚えておいて、もしそういう場面が来たら一回やってみてほしいなっていう感じです、うん、はい、今日のレッスンは低い球の打ち方でした。ぜひ見てみてください、はい、はい、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ゆいちゃんありがとうございました。